それで弱く聞いてるから始まった。焦点かと熱唱だけど違ってた。どうも、池田さんの方ありがとうございます。ルージュの伝言ということで、まあ、マリエさんの方にリクエストをいたしまして、まあ、出囃子いろんな、ね、曲がありますけれども、じゃあたまたま昨年の10月だったかな、自分 の、 PTA 会長をやった、埼玉市立の中尾小学校というところから、放課後の授業でその子どもさんたちに、ちょっと学校